皆さんこんにちは。今回なんですけれども、バルサとデヨングについて少しお話ししたいと思います。早速なんですけれども、本題に入っていきたいと思います。バルサはですね、チャンピオンズリーグの初戦でフェレンクラス戦でですね、快勝したわけなんですけれども、この試合でですね、デヨングが非常に良かったところで、まずはですねデータスタッツを見ながらね話を進めていきたいんですけれども、ダブルボランチの一角として先発したデヨングですが、この試合実に 11.2km 走っております。またですね、パス成功本数が78本で、これはペアニッチの80本に次いでチームで2番目、そしてパス成功率でいうとデヨングが 94% で、ペアニッチが 92% というところで、非常にですね、その力が、ね、少し劣るチームとの相手がとの試合ではありましたけれども、その中でデヨングがですね、ようやくこうデヨングらしさっていうものを、ね出してきた、そういった試合になったんじゃないかなと思います。デヨングはですね、昨年の夏にバルサに移籍してきて、彼の移籍1年目っていうのは、バルベルデ元監督、ヒゼテイン前監督と監督がね変わっていく中で、チーム内での立ち位置とか役割も少しずつ変わっていってですね、そもそも移籍金が7000万ユーロ以上のっていうね高額な移籍金でアヤックスからバルサに移籍してきてますから、そういった意味でもね、期待というものはすごく高かったですし、その中でね、もともとはその 4-3-3 の2サイドハーフ、左に入ったり右に入ったりっていうところで、状況によってはね、右ウィングにいるメッシ、彼を生かすためのフリーランをしなければいけないとかっていうのがあって、なかなか本当にいいところを、ね、出せずに移籍1年目が終わってしまったなという、ね、印象がありました。で、今シーズンからねクーマン監督が来て、すでにもうデヨングを中心にするっていうことを明言していましたし、そういった中で 4-2-3-1 っていうねシステムチェンジもして、デヨングをダブルボランチの一角に組み込んでいるわけなんですが、僕はですねやっぱ個人的にアヤックスで、見せていたような、デヨングのプレー、ボランチとしてのプレーっていうのをね、バルサでもやっぱり見せてほしいなと思っていて、具体的に言いますと、4-2-3-1 になったんでね、システムが。で、ボランチの一角にデヨングがいて、例えば AX 時代だとですね、中盤のところにシエネとダブルボランチ組んでて、トップ下のところにファンデベイクがいて、ファンデベイクはもうかなり上がり気味で4トップ気味になるみたいなところがあったんですけれども、デヨングはその、ビルドアップのところで、ダウン3をしたりとか、あるいはね、クロスロールっていう、僕はデヨングロールって呼んでますけども、サイドバックとセンターバックの間に降りてきて、2枚のセンターバックとビルドアップしていくっていうところで、やっぱりデヨングがアヤックスでブレイクした時、彼がなぜ、ビッグカブラの関心を引きつけたかというと、やっぱり最終ラインのところでボールを受けて、推進力を持ってボールをねグイッと前に運んでいける、そこでやっぱり相手のプレスの第1ラインっていうものを彼が個の能力で剥がしていけるっていうところがものすごく魅力的だったんだと思います。で、これはやっぱりもちろん技術とかね、スピードとか当然ね、そういったものも必要なんですけれども、何よりもデヨングの勇敢さ、そういった最終ラインでボールを受けて、そこからでも相手を剥がしていける、かわしていけるっていう、いや自分はここでボールを持てるぞっていうやっぱ自信だったりっていうものが、すごくね、22、23歳っていうところでアヤックスで伸びてきてる選手だったっていうのもあって、結構ねイケイケだったところがあり、それでねアヤックスはやっぱりシーズン、そういう他にも若手選手がたくさんいて、ヤングアヤックスとしてねチャンピオンズリーグで 2018-19 シーズンですね、ベスト4に進んだりとか、いろんなものが合致して、デヨング自身が最終的にビッグクラブの移籍、バルサへの移籍っていうのを果たしたんですけれども、やっぱりああいったプレーをですね今バルサで、再び見せてほしいなと思いますし、デヨングが後ろのところで作るとか、後ろのところで中心的な選手になっていくと、僕は逆説的にですけれども前の選手たちの負担も減っていくというか、後ろのところでの組み立てがね、きちっとなっていくと、やっぱりバルサっていうクラブは少し特殊なクラブであって、バルセロニスタクレっていうのはすごく魅力的なフットボールを求めますし、ポゼッションとかね、そういったものをすぐ、ポゼッション率が低かったりするとそれがすぐ話題になってしまったりとか、ボールをね保持しながらね攻撃してゴールを奪って勝つっていうのがものすごくファンの人たちは好きなので、ただビルドアップのところがきちっといくと、僕はなんかゴールシーンに限っては多分セットプレーからゴールを奪ったりとかっていうことになっても、全体的な絵としてこう繋いでるっていうところが見えてくると、すごくこう、バルサとしてはね、ファンとしてはこう見ていて面白いフットボールだなっていう風になると思うので、そういった意味でもなんかすごくデヨングに課せられる役割とかね、タスクっていうのは大きいものがあると思いますし、このデヨングが成長していくことによってですね、メッシの負担が減り、またアンスファティとかがねプレッシャーからこう解き放たれて、こうより爆発していくみたいな好循環が生まれるとも思いますので、これからデヨングがどういったプレーをしていくか、これはやっぱバルサがこれを今季ねどういった結果を残すかっていうところに、ね、すごくつながってくるという気がするのでね、これから注目し続けたいと思います。